皆さんこんにちは、あおいです。はーい、今日は朝の準備動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで久しぶりの Get Ready With Me、この間グアムで撮ったんですけど、それ以降ちょっとなかなか撮れるタイミングがなかったので、今日は撮っていこうと思います。今日は、大事な打ち合わせがあるので、それの報告はまた後日です。お楽しみに、その前にメイクをしたりヘアをしたりするところを撮っていきたいと思います。で、朝顔を洗ってからスキンケアは終わりました。最近はね、朝グアムのお土産で自分に買った、メンズエーデンで買ったクリニックを使ってるんですけど、サラッとしてるのですごく朝はおすすめです。まずジバンシーのミスト、日焼け止めはラロッシュポゼのやつ使います。なんかラロッシュポゼのこのこれさ、めっちゃ伸びがいいから少量がいいと思う。で、伸ばしていった方がいいと思います。で、ここ数週間ずっとメイクさんにメイクをしていただいてて、顔に全部に塗らなくていいんだって。あのファンデーションとか下地とか、私点点点点点方式をやめました。ということで、この首までしっかり。コンシーラーはね、クリオをやめて最近はね、ナーズを使っているんですよ。これめっちゃ伸びもいいし、あの重たくならないし、浮いてこうへんからめっちゃおすすめ。なのでイエローベースで、あんまりお肌が白い系じゃない方、まあ、私みたいにちょっとジグロ気味の人とか、すぐ焼けやすい人はすごくいいと思う。ちょっとこういう感じで指のここの腹の部分を使って、こうコンシーラーを熱で溶かすようにして塗るのがいいらしいですよ。これはボール&ジョーです。を手のひらにプッシュして、ここの中心部はやっぱりこことか頬の部分とか鼻とか、まあ、この辺とか隠したりしたいので、ここら辺にまず伸ばします。今日はね、打ち合わせなんですけど、もう何回ぐらいしたやろっていうぐらい、今は回数を重ねてとあることについて打ち合わせをしているんですけども、いい感じよ。早く報告したいな。パウダーはエレガンス使います。みんな今日は一日何するんですか？何の日ですか？みんなは。やばい、ほんまに頭が働いていない。しっかりして自分。次眉毛描くんですけど、最近さ、なんか眉毛をがしっかり生えてて、こういう見て、もう今でもしっかりこう生えてるんですけど、まあ、この辺はね、最後あんま生えてこうへんくって、眉毛の整え方をすごい聞かれるんですけど、マジでここら辺とかここら辺の産毛をカットぐらいで、あとはしっかり生えたいので伸ばしています。ピンクの猪狩さんのフーミーのアイブロウパウダーの、このフーミーの N ブライトブラウンっていう、ちょっとピンクがかったやつが欲しいなと思って、じゃーん、やつを買いました。で、これとこれでベースを描いてから、ちょっとピンクっぽくしたい時とかこれを使ってミックスしてます。いつもやったらペンシルでしっかりこう描いてからやってたんですけど、ちょっと抜け感のある眉毛が最近欲しいなっていうことで、この色とこの色でまずは描いていきます。朝さ、ギリギリまで寝たいタイプなんよ私。だからあのほんまに1時間前とかに起き、こうすぐメイクして服着替えるだけみたいな、ほんまに朝に時間がないタイプなんですよね。はい、一旦眉毛できました。わかる？ちょっといつもよりもトーンが明るいのわかります？でもなんか眉毛描きましたみたいな感じではないので、これを、筆でぼかしていきます。ちょっとぼかして、エクセルのペンシルで PD05 でちょっとだけ、で、マイマスカラは一旦せずに置いておきます。アイシャドウいきます。
BTS とバンドのコラボのスーパーテテンピンピテンアイパレットです。これはグアムのさあれの時にも紹介したと思うんですけど、ほんまにこの色がお気に入りすぎて毎日使ってる。伊原葵の毎日メイクはこの色から始まります。これの色からアイホール全体にまず、まあ、塗り方次第でピンクベージュっぽくも見えるしみたいな感じ、何でも合うからめっちゃ好きです。でこれをちょっとグアムの時とは違って最近相性のいいキラキラを見つけたから、それと塗り合わせるのがお皮です。こんな感じでアイホール上まぶとの全体と下にちょっと涙袋の部分にほんのりベースに色がつくぐらい塗りました。でこの上にこのデデーン、ディオールのトリオブリックパレットアイシャドウ、この真ん中のゴールドがすごくこのベースに塗った、ブラウンと合うから最近はこれをしてちょっと夏っぽくしてます。でほんまにキラキラだけやとやっぱり目が腫れぼったく私は見えちゃうんで、ベースにちょっと色味があるものを塗るのがおすすめ。めっちゃ可愛くない？これを重ねます。でこれはディオールなんですけど、イニスフリーにあるゴールドっぽいキラキラとかもめっちゃあったから、それと同じ感じがする。このオレンジをミックスすると、でもちょっと私韓国語で書いてあってね、韓国にしかないかもしれへんか、ごめん。ちょっとでもそういう感じで代用できると思います。こんな感じです。涙袋はめっちゃ固めの薄い筆でやるのがおすすめで、ボビーブラウンのパレットのこれが涙袋には本当に優秀ですね。使っていきます。で上まぶたをすごいキラキラさせたから、涙袋はキラキラさせるっていうよりかはこのちょっとパールがかったやつで涙袋を強調させてあげるくらいの方がいいと思う。どうですか、見えます？でですね、インライン埋めていきます。マックのスタボーンです。ディオールのこのカラーアイライナーのオンステージライナーの466パーリーブロンズ、パーリーブロンズという色で少し目尻を描いていきます。私普段そのブラウン系しか使わないんですけど、これはなんか少し長めに引いたりとかしても薄付きっていうかその色の発色がすごい濃い感じじゃないのでポイントになって可愛いから最近こうしてます。だからさ、アイライナー引きたいけどアイライナー引きすぎはちょっとみたいな時とかあるじゃないですか。そういう人におすすめ。わかります？これちょっと色が薄いのよね。ビューラーで上げていきます。マスカラを塗っていきます。マスカラはマック。マスカラは、下地を忘れてしまったので一回乾かして、あとでもう一回ビューラーであげます。はい、メイクなんか羽上げてるけどそんなきつい感じにこの色やったらならへんので、ちょっと雰囲気変えたい方とかおすすめです。でこのままチーク塗っていきます。私の動画を見てくれている人は知っているモダンマンダリンを使いたいと思います。モダンマンダリンをちょっと高めのところに塗っていきます。やっぱね、この夏になるとこのモダンマンダリン系が使いたくなると思うんですよね。ほんでハイライトは今日はローラメルシを使いたいと思います。を使います。最近はここの T 字にしっかり塗って顎先に塗ります。でここら辺はなんかハイライトとか塗らなくてもその立体感のある塗り方でハイライト効果が出るから、最近はここの縦ゾーンしか塗らないことが多いかもしれない。
はい、今日は、ちょっと濃いめのリップを塗りたい気分なので、このシェリーゼのブリックレッド2番。これ最近よくつけてます。こんな色です。はい。シェリーゼのね、この色めっちゃ好きなんですよね、私は。3種類あって、この2番のレッド、ブリックレッドが一番好きです。ということで今日のメイクはこんな感じでいきましょうか。髪の毛めっちゃ伸びたと思わへん、ほんまに。まあそれはさておき、ちょっとだけ動きつけようかな。でも結構ストレートになってるので、朝髪の毛を濡らしてダイソンでビヨーってこうドライヤーをしたところまではしてて、最近はこれにオイルばっかりやったからちょっと動きつけるのに細めのコテで。ちょっと軽くだけ動きつけます。ちょっとなんかなんやろ、こうパーマ風というかさ、こうちょっとゆるい感じになりたいね。今日ワンピース着ようかなって思ってるねんな。そこにかかってるリネンワンピース。なんかある程度スパイラルでこうミックス巻きにしたら、表面をちょっとところどころウェーブとかにしても動きがあるのでおすすめです。ちょっと動きがある感じに巻きました。この N ドットをほんの少しだけ。はい、髪の毛は完成です。ということで、朝から服選んで服着替えます。はい、こっちがブラックバイマージーのワンシュルリネンワンピースで、こっちが黒と黒やけど、これスタミキの黒のワンシュルダー。これはね、なんと右と左で合わせるといい感じにマッチングするので着替えていきたいと思います。はい、こんな感じで着替えました。でアクセサリーもつけました。こっち右肩、こっち左肩で両方合わせてワンピースっていうことです。どういうことで、メイクはですね、安定の茶色系に、最近はゴールドのキラキラを重ねて大人っぽ夏メイクにしています。これが結構どんな洋服でも合うので、このアイメイクは安定です、最近の。でリップはちょっとやっぱ色味がある方が安心するので、今日は濃いリップを塗って気合を入れました。どうでしょうか。はい、じゃあ私は早速大事な打ち合わせに向かいたいと思います。みんなも学校やお仕事を頑張ってください。今日も一日頑張りましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。